今日は前下がりボブをやっていきます。めちゃくちゃ簡単に切れる方法なので、すごい手順も簡単で、これ覚えておくと本当に使いやすく、お客様にも提案しやすいですし、特に練習中の方なんかでもカットを本当にすんなりできると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではよろしくお願いします。はい、では早速切っていきます。まずイヤーツイヤーですね。イヤーズイヤーで分けてバックから切っていきます。で、前下がりボブなので、比較的短めなんです。短めになるので、バックちょっとこういう感じですね。切ります。これまっすぐ切っちゃうと必ずブローした時にこの上がってしまいやすい、頭丸いのでまっすぐ切ると上がってしまいやすい、なので若干こういう感じに切ると、横から見た時にもまっすぐなラインで綺麗に見えますので、下げたい場合はそのまま延長で下げていただいて構わないので、基本前下がりボブって言ったら、そんなに下げなくていいと思いますの で, でまずセンターで分けたら、やや前下がりですね。前下がりライン、でまずアウトライン、真下に下ろして、センターまず真ん中まっすぐ切ります。そしたら、やや下げます。若干でいいです。若干こちら側もやや前下がりにいきます。でトップ今日は、真上ですね。前下がりなので、もう顔側よりも気持ちこう後ろの方を若干削りたいので、真上、前に倒したりとか90度でもなくて、もうトップ真上でいいです。で、まっすぐ、そうすると、頭丸いので、こうやって下ろした時には顔側が長くて後ろに行くに従ってこう若干短くなる表面の長さが設定できますので、今日は真上で。で、耳分けなので、ちょっとでまず表面部分はレイヤーで、下もレイヤーです。これコーミング、こうやって戻ろうとすると落ちちゃうので、もう根元に入れたらここでもう持ってあげる。そしたら好きなだけ一番下まで持てますので、コーミングしない、ずらしてくる前に持つ。でそこから指を倒す。これでもう、ウエットカットが終わりになります。多分一番簡単に切れる方法は、前下がりボブを切る方法は本当にこの切り方だと思いますので、ちょっとこれで一回ブロしていきますですね。本当に下から積み上げていくよりも確実に早い、簡単、綺麗。縦スライで切った方がやっぱなんか変な厚みが出にくいので、そこもやっぱこれ覚えておくと楽ですね。で、ちょっとここから重さを取っていきます。バックからですね。ドライカットはいつもとそんなにまた変わらないので、またここは残しておきます。最初残しておいて、上の部分ですね、上の部分から、中間毛先、入れたら横スライスですね。横スラで根元中間毛先をやりながら一番下、ここも多少こう首が透けてる方がすっきり見えるので、あまりこうバツッとして首透けないと重々しい感じになっちゃうので、多少こう透け感を出してあげる。
透け感を出すんですけど、ここ最初からやっちゃうと、上取った時にどんどん一番下が軽くなっちゃうので、なので必ず、アウトラインを残した状態からその上からやってあげる。で、横スライスで、重さを感じる部分ですね。見ながら、触りながら入れてあげる。こんな感じで。で、このもみあげ部分ですね。ここには厚みがだいぶたまるので、ここの中間毛先。こう落とした時に同じぐらいの厚みになるように後ろから前まで作ります。真上に持ち上げて毛先。こんな感じですね。あとは大体しっかりこう前から後ろこう触ります。指通して。そうするとこう左右で重さが違う部分が出てくるので、そこ厚みがちょっと気になる部分に全体を通して入れていきます。こんな感じですね。ちょっとこれで、スタイリング剤つけてみます。はい、スタイリング剤もつけてみました。こんな感じです。前下がりボブですね。大体、お客様でやる場合も襟足これぐらいの長さでやることが多いですかね。襟足短くするとこまでしてくださいっていう方なんかもそれに合わせて切ったりとか、あとはやっぱ前下がりにしてほしいっていう人もいるので、そういう方なんかは再度バックからの延長で下げたりもします。あとは今日これですね、トップ、真上に上げると必ずこう顔側からこう上がっていくボリューム感になるので、前に倒したりすると、顔側が短くて後ろが長くなっちゃうので、逆にこう落ちたボリューム感になっちゃうので、前下がりボブだと上げるか、平行ぐらいで切ってあげるのがいいかなと。前下がりまっすぐの時にはあんまり前に倒したりはしないですかね。ちょっと若干こう上げ気味でやってあげる。あとはなんか前下がりボブのいいところって、顔側に長さが残るから多少こう広がりにくい。これ上げちゃうと、タモクセ毛だとすごい横幅が出ちゃって、似合わせにくくなっちゃうので、そういう方なんかでも前下がりボブの方が、しっくり広がりにくい、似合わせやすいかなと僕はちょっと思います。で、今日手順すごい簡単なので、これ本当に覚えておくとすごいこう、カットの考え方変わると思いますので、今日は前下がりボブですね。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。